いったー、何日やっさーヤンゲームズでしたー。しゃー来ましたー、もうこの二等気配、今日も頑張っていきたいと思います。カガースタート、さあ集中していこう。てことで、大会の時は、面白いことは全く言わずに、ひたすら1位を貪欲に狙いに行く、そういった立ち回りをするのが大好きな東野もこと澤井でございます。さあ集中してください。バナナ手付けして、じんぎりインコスかまして、壁ドンしながら、かろうじて、もう全然頑張りまくって、クソみたいなメダルも1個も回収できておらず、8位と最悪な立ち上がりをしてしまったんですけれども、はい、こっからね全然勝っていけるんで、まずはこのメダル回収しておいて、でこの、雷フォースがちょっと避けて、ここでも、メダル1個回収して、ここでも回収して、ダブルアイテム完璧。なんで取れてないの？ちょよくわかんない、最近のマリオカートよくわかんない。そこに関してはちょっとキノコちょっと、あ、いいね、もらえきろ、いいの、仲良し来いじゃん。くそ、それ終わる、マジで。ちょっと待って、集中しよう。あと、いらない、ちょっとそういう時に限ってキノコ来ない。本当に終わってる、それは。さあ、メダル、1回メダル取ろう。お前くらい、ちょっと本当にやばい、冗談で来た、メダル来た。あ、強いね、引いた。ここで雷全員落とせるから、前の人。ちょっと待って、頼むから来ないでしょうか。それ来たら困る。さあ、前のこの1位を落とす。さあ、全員食らったはず。で、前だから、せっかく雷クラッシュ落としたのにさ、ちょ、マジでやばい。ちょ、1回本当に集中しないと、本当にやばい。シャレになる、11は本当にシャレになる。さあ、もうこれどんどん使っていかないと。で、外から行って、うん、急ぐ。とにかく急がないと本当に嫌だ。さあ、まだいける、まだ上位は入れる、1位は無理かもしれない。きたー、どんどんいけ。さあ、もう一回カメラ来たら嬉しいんだけどね。来ないよねー、多分。さあ、どう、どこまで行く。青コーラゴミ、お、それは俺じゃない、よし。青コーラ食らわして、え、7位と。さあ、いけ、登れ、いけ、まだいける、7位。わお、なんでそのグライダー前に撃ったんだ、グライダー後に撃てよ、バーカー。なんで雷撃ったセンスないやつは。ちょ、マジやばい、本当に。いきなりこの順位は本当にシャレになんないけど、ダブルアイを取って最後は入ってみる。さっきの、あ、終わる、終わった説が濃厚。はい、ほっほっ、ボイ、なんとか上位、喜べる順位ではないけど、最悪な状態を免れた。いやー、危ねえ危ねえ。いや、まあこんな感じです。面白いと何もやらないんで、こんな感じで、本日8レース頑張っていくんで、最後までご視聴よろしくお願いします。しゃー、はーい、ということで第2レースはツルツルツイスター。クソ野郎、マジで一番嫌いなんだよこのコース。なんで毎回もうこれ動画になるとここ絶対引くわけ、嫌なんだけど。カガースタートということで、本日もね、集中して、頑張っていきたいと思います。ということで、頑張って、まずは、丁寧にメダルを回収する。それが全てで、こいつがもし、俺に、バナナを投げるようでもあれば、俺は、すかさず、報復の赤コーラをぶん投げる。で、ゴリラはこれしばく。ゴリラしばいといて、で、ダブル取ると。さあ、OK。はい、強い。ぶん回して。さあ、なんで当たったの今。なんでぶん回してんのに当たんだよ。当たれ、よし、ダブルゴーマン。さあ、どう、あ、いいね、強い。さあ、メダル、あっぷね、絶対後ろ赤さんだったから、もう使っちゃった、これ使わないとやばかった。さあ、当たって、うまい、よー、ギリギリ、あ、終わる。赤消し、今赤消しできてるか分かんないけど、ちょっと待って、これちょ、あ、青コラマジやめて。当たれ、よし、当たってる。さあ、俺は当たんないよ。さあさあさあ、いけんじゃないんですか。ショーツカッツかます。お、いい、2位、ツルツルツイスターで2位、しかも、裏は、クラクションということで、これ使っちゃうわ。ダブル交換して、このバナナを、携えながら、うん、こうインコースギャンゼリ決めて、食わして、赤をケツつけして、このイカスミをもらいながらも、ショートカットかましていくと。はい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 、くっ、すえ、わーい、うわ、なんで投げてんの。さあ、赤コーラある、俺1位、やばい、いける、青コーラさえ来なければいける、俺ショートアウト行くから、これ
届け。よし、ボム。ほっ、とりあえず適当に。ほぶな、木の子。いや、ここでとにかく被弾せずに、うん、落ち着いていけばいい。よいしょ、一人くらい、一人抜ける。よし、当たる、緑子当たるだ。3位、いい。よしよーし、苦手コースで3位は素晴らしい成績。うん、成長でございます。あっぶねー、マジで1位ワンチャン狙えたとこだったんだけどね。18点、非常に悪くない成績でございます。はーい、てことで第3レースはキノピオハーブ、うん、ここでね、頑張っていきたいと思います。なんか右にあのクソゴリラの看板あったりがちょっと腹立ってくるな。集中、3カーカースタートってことでね、先日30万人に行った男の、ね、走りをしっかり見せちゃうから、ここでまずミスかかます全然できてない。アイテム絶対取って、アイテム取って、さあさあさあ、キノコ、キノコはちょっとここでいつも俺は使っちゃうんだけど、ちょっと今日は一旦我慢する、気持ち我慢、気持ち我慢して、こダブル取れない、一旦メダル回収していきたい所存ではある、メダル回収していきたい所存ではあるが、メダルが全くない、メダルがない、アイテム取りながら、やばいぞこれ、一回シングル回収して、ここにメダルあるからここ絶対取る、1個2個 OK で、ここいっぱい落ちてるメダル1枚、お前しばく、しばけない、あバーイ、やばい、くそー、最悪な1周目を、最悪な1周目、本当に最悪な1周目だこれ。まずメダル、基本に忠実にいこう、このダブル、ダブル回収 OK、 雷引いた、さあ無敵がないとこにやりたい、無敵多いな、もうしょうがない、一人打開してもしょうがない、一人打開してんのはしょうがないけど、他のやつら食らってんのが俺にとってはでかい。で俺はこれで一気に、うん、次のダブル交換のとこまで持っていきたい。よし、さあ9位、素晴らしい、でここでダブル交換 OK で、ここで上がっていく、一気に前方に無敵相手をぶん回していく、ここで一回使う、さあで、このあとここでショーツカッツギャンギリかまして、ここでアイテム取りながらワンチャン、ここで雷引くやつもいるかもしれないから、さあキノコを引いた、強いと思う、わりかし3位でこれは強いはず、1個使う、1個使って2個あればいい、これリカバリーキノコでしょ、これリカバリーキノコだから、でここでこいつは本当に危なすぎてやばいから、絶対この赤コロ俺に来るじゃん、イライラして、ほらもう、それはそれはそれはやばい、バーイ、けーやばい、キラ、一人でも、一人でも、一人でも死んだ、ちょっとあ、クッパー、カッソー、あー、先ほど10位取ってしまって、ほぼ、ランクインは絶望的になりましたけれども、はい、こっから全部、あ、1位を取りに行く、あ、ふざけんな、お前の、マジ、しばき殺すぜ、このドッカーカー、うん、スタート、さあ、スタダは、ザンギリ、うん、完璧に決まって、ここでアイテムをしっかり取って、キノコも一気に使って、ぐっとがっつりこうブレーキ踏みながら、一回コース修正、で、このウルトラミニターを解放して、一気に前方に浮上していくと、でこのファイヤーは絶対当たらず、でここも避けて、でこうダブルライト絶対回収、オッケー、うまい、でキノコしか出ない、さあこれキノコしか出ない、こっちだね、こっちで、ジャンピングアクション決めつつ、ここで一気にこっちに上がると、はーい、うまい、はー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 い、さあ5位、やばい、こいつは危険人物だ、外から、丁寧にメダルを回収しつつ、うん、上に上がってきた、ボケなす、岩は効いてねえぞ、上から降ってくるなんて、最高、最高、もらいきらをいっぱいもらいきらをし、もらいきらをして、アイテム取って取らせない、優勝のやつには、でなんか被弾してる、メダルは3枚、
さあインコースギャンゼリ、ギャンゼリ決めて、さあ8、青コーラ絶対避けて、めっちゃ当たってるみんな。さあ俺もここ避けて、ここで1個使って、ここでそのアイテム絶対ダブル取れないと思ったから、ここで1個取って、でみんな左手で俺こっち右行く。でこのクッパパンチ来るから、落ちんなよ、落ちんな、わーい、変なのダッシュは発動するな、ボケ、わあ、もうやばいよこれ、メダル0枚終わる。どうでも一回黙って俺がスパンポリオリコさん、さあ雷がワンチャン、この前のスターが消えたあたりから使いたいんだけど、多分これまだ全然雷来ないから、こいつ引きたい、よし引いて、うん、でアイテム取ってインコースザンゼリ決めて、で、待って、また青コラ行った、さあメダルいっぱい取って、いっぱい取って、ジャンピングアクション入んない、ジャンピングアクション入って、うわっ、もうゴミ落とすな、ゴミは拾えって、な、民度高めろお前ら、マジでクソクソポイ捨てやろうと思うな、マジで逮捕だよ、犯罪だろ、ポイ捨ては、ちょマジでやばい、ホントにそういう今ネタとか言ってる場合じゃないの、8位やろ、雷はないから、雷もないから絶対に、でもこれでもうあのファイアーボール絶対無効化して1個でも順位上げなきゃいけないって、そういう所存なんだけど、多分これも6位確定、終わり勝てない、今日やばいよ、やばい、ジャンゼリ負けてる、大パンの神様に、もう28点はもう本当に罪。はーい、ということで第5レースはマリオサーキットは、いい順位を取りたい、それだけ、うん、頑張っていこう、3カカースタート。ああでね、うん、詳細言えないんだけど、明日またクソおもろい動画上がるからみんな楽しみにしといて、はい、ということで頑張っていきたいと思います。まずは、うん、まずはメダルを取りたいところなんだけど、絶対最初メダル取れない、さ、油断してるよ、後ろは、後ろ見よう、たまにちょっと後ろ見てみよう、ちょっと、さあここメダル取れる、取れない、風もらってんだけどギリがばってない、風上だよ、アイテム一回も取れてません、この一周で。さあただここの外のメダル全部取りたいんだけど、お前らさ、ただここはわりかし打開が効く、うん、慌てることはない、まだ全然希望に満ち溢れてるコース。さあこの後ろのキラーは絶対に当たらずに、外にもうガミガミだけど外に広がって、絶対初めてアイテム取ります、はい、初めてアイテム取りました、でメダル 123OK、 さあ6枚、うん、いいね、マキシマムキノコはいいよ、でここも、メダルは全然出ない、さあこれギャンゴリ行ってみるか、ここ当たったらマシバック、さあ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 、さあ1枚 OK、 この2枚 OK、 でダブ交換 OK、 アップデー、いいんじゃない、このサンダーはわりかし美味しかったと思う、メダル取れないけど、さあこいつ踏んで、うん、ないだ、クラクション、なんか近くにいた気がする、今全員しばきたいけど誰もしばけなかったー、クラクションでーやばい、7位、ちょっと待って、これ絶対ダブル、絶対ダブル取って、さあこっから、うわ弱い、非常に弱い、待って、今日本当に勝てないんだけど、本当にやばい、過去一悪い成績残すかもしれない、さあダブル交換してキノコ、よしこれはいける、バーカ野郎、よしよしよし、よし取りしまいて5位、クソゴリラマジでバックスナはなしだって、俺20年間言い続けてるぞ、バックスナなしだって、言葉誰で考える、バックスナって、バックスナって言葉も広辞苑から消せ、ボケがマジで、はい、ってことで第6レースは、ミュートシティ、あのね、ポイント見た感じみんなそんな高くない、結構拮抗してる、うん、いい部屋入れたんで、ちょっとねここ集中して戦っていきたい、さあここスタート、さあ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 、まずは、メダルを回収していきますけど、まあ、4枚、とりあえず4枚でしょ、ヤンポワが前にいる、さあこっからまずはダッシュ回し使い乗って、
相手を確実に取って、うん、赤コーラ携えてさあここの加速を踏みつつ修正して赤コーラぶん投げてアイテム取られる。このアイテム取られたら本当に痛い。ただまあ後ろみんなキノコ勢っていうのが助かり、ただ俺はインコースギャンゼリ決めるから、でここはあの俺のラグ上もう不可能ってことが分かったんで、ここで一回しばいてこいつでこれ一気に良いと、はい、サイン素晴らしい。さあここから戦いが始まったばかり。このあと、このキノコ使ってショーツカッツいけるからさあ行こう、どんどん行こう。キノコ1個持っとく。2人前逃げてるね、ゴリラが。まあただあれは雷とかで落ちる可能性も全然あるから、意外とも3位のポジションにいる俺が実は一番おいしい思いしてる説ある。え、なんでなんでダブルアイテム効果できたの。またトリプルキノコ来たが、うん、この後ショートカットかませるから全然いい。ここでまず1個でしょ。トップね、いつも怖いんだよそこ。さあ OK 当たる。ただリカバリキノコで復活。さあちょっとあのゴリラー何回俺にバックスナッすんだこらー。イライラしてくるなー本当に。ちょっとピラマジ引いたろ、マジやめて、コース変えてるから来ないで、俺マジ来ないで、マジ来ないで、マジ来ないで、マジ来ないで。またこのクソヨシ俺何回お前のことしばいて、カメラこれカメラよっしゃ、あいつしばいて、さあダブル取れる、しばける。さあどんどん行け俺、どんどんあいつらし、うわ危ねえ、よかったこれ取られなくて。ただこれは安定、あでも落ちる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 、あーでも間に合わない。あ当たる、やった2位だこれ。おざっすおざっす、2位いただきました。しゃあ1位全然取れねえ、マジで早すぎ、前のゴリラバカ早かった。ヤンポワじゃねえかよ1位。はーい、ということで第7レースは猿の惑星、せーのジェネシスでございます。さあ視聴者と一緒にジェネシスをハマってきて、はい、ということで前のゴリラ、うん、絶対しばく香川緑スナイプゴリラが、はい、スタダ失敗してる。これ絶対一番最初に取れないけど今日は取れる、今日は取れる。さあ絶対来たことなんだよ。でみんなシティに、ちょっと待って、マジで落ちないで。本当に最初うまくいかないんだよ、サルの惑星ジェネシスは。本当に。傲慢ゴリラ、まみれでほら。傲慢ゴリラ、マジで。グライダーで、ギャンゴリ伸ばして、ギャンゴリ、めっちゃ速くないこれな。さあ、ここでドリフトかましながら、さあ、アイテムと、アイテムじゃなくて、メダルを取りたい。メダル取れないんだけど、もうアイテム1周目で1回も取れないの勘弁してくれよ、本当に。ちょ、マジ、ヤンよりさ、本当にやめろ、お前それ。本当に危ないって。一回俺外のメダル、お前らほんととことん邪魔すんな本当に。今日何なの、暇か。まず絶対アイテム一回も取れない、まだそんなことある。ちょ待って、さっきこの光景見て俺、あぶねえ。ちょ待って、本当に押しが激しい、意味が分かんない。マジやばい、本当に本当にやばい、本当にやばい、怖い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 よ怖いよ。さあ取れる、マジでいい加減にし、いい加減にしろ、本当にいい加減にしろ、マジで。1位のゴリラ見てみろお前ら、さすがお前本拠地だけあってお前ぶち抜いてるぞ。さあ中津山、よし追いつかう、じゃないと追いつかない、後ろのしずれだけ怖いけど。あいいね、いい感じに。さあただ青コラ食らってる、ワンチャンあるよまだ。この絶対交換したい、笑わなきゃいけない、これ。ここ、カメラに来たりすんだよ、よく。来なかったか。で、この後来ちゃう可能性、大いにある。チーム取って、こっから行った方が早いね、これ。実は。で、ここで、うわ、マジで危ない。当たる未来しか見えない。当たる未来しか見えない。沢を救いたい、頼むから救ってこれ、俺を。沢を、うわ、打開してるやつ一人いる。ダブ取りたい。ダブ取って。しまっ
ワリオ、スノー、マウンテン。ああ、おーああ、もうやばい。ああ、頭おかしくなりそう。もう勝てないもん。もう勝てないんだもん。さあ、ここ。あ、やばい、スタダも遅れた。やばい。こう変な木材があるから、それが嫌なんで、非常に。ちょっと入ってて、ところないじゃん。で、メダルも全部取れないじゃん。ただ俺はとにかくインコースに忠実に走ることによってわずかな可能性を追いかけて走り続ける。さあジャンピングアクション決めて、さあここでちょっとかまして、インコースバンゼリバンゼリボンジリかまして、でポルノハブ、このクソゴリラがマジ異常に速いんだよ。なんで俺ターボ変え、もうちょい本当にボケてる、本当にボケてる。そんなミス普通しないの、初めてした。あのミスこれ絶対ダブルって、さあ縛いて投げとく。でこの後のダブル交換で、このスターを使っていきたい。そしたらワンチャン打開できる。まだ使わないんで、ちょ待って、引いたら終わる。あ、見て、まあ、シングルでもいいけど、ここで使っていくことによって、おっしゃ、しかもまたスター、これはすぐ使うべき。この後うわっ、うわー、すぐ使うべきだろに、もう究極のめまいは。ああ、過呼吸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 。よし、まだ奇跡を起これ、頼む。さあ、無敵分回せるかな、これは強い。死んだ、死んだ、死んだ、死んだ。止まれ、相手まで前、止まれ。次何？無理だ。死んだ、死んだ、死んだ。え、待って、え、待って、え、待って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 。第12回、モコに届け杯、死にました、死にました、死にました。ってことで、ちょっと待って、本当に呼吸ができない、ちょっと待って。はい、結果発表に移りたいと思います。IZ、キミッチさん、111ポイントおめでとうございます。札幌クラシック109点、中川、108点、遠野モコ2、うん、106点、うん、ミルクティー104点、伊藤慎104点、DZW スペアさん、あ、この方、前回もいらっしゃるので、いつも上位に食い込んでくる方、102点ございます。私が天に立つ、はい、準レギュラー100点、佐々木のじいさん99点、戸口里流星99点、橋子頑張ったら今回98点、グルコサミン94点、新田94点、角炉93点、北欧のもこ93点、MR93、ヒロ93点、マママツコ92点、アサミ92点、ルール隊長92点ということで、ちょっと待って、過去一の被弾を浴び、この度は、全くランキングに食い込めなかったこと、そして53点という過去一の最低記録を出してしまったこと、期待してくださった視聴者の皆様、デスターの皆様、深くお詫び申し上げます。ちょっと期待楽します。本当に、失礼いたしました。僕自身本気で走ったものなんですけど、やっぱり勝負の世界何が起こるか分からない、大変失礼いたしました。ということで最後まで、ご視聴ありがとうございました。冒頭にもありましたように明日、デスター2のプレゼント企画の、集計を、発表させていただくんで、お楽しみにお待ちくださいと。本日も最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますと。ではまた次回のゲーム実況でお会いしましょう。ブワー